動画収益と現地バイトで日本一周を目指す僕ら、夜の街で1万4000を稼ぐことに成功。朝帰りして14日ぶりの風呂へ向かうと、そこで奇跡。動画収益だけで日本一周を目指す秋によと流星です。お願いします。時刻は8時です。時刻ははい、ホタル1万4000です。ちなみに言うと、この7000は船釣りと同じ金額です。もう正直、オーナーさんのケンティさんとノーディさんがもう優しすぎて、自由に仕事内容としても、まあ俺は結構踊って盛り上げたりしてたのがメインで、ひばきはなんかバーテンダー的な、めっちゃ作ってめっちゃ楽しかった、めっちゃすぐ覚えて、なんかもう一番モリモリ働きそうなやつとか、でも食器洗いしたりとかやらせてもらって、本当になんかすごいね。声かけした女の子がたまたま紹介してくれて DM をくれて、そこから繋がって、ね、ケンティさんから今日働けるかみたいに言われて、行けたので、なんかこの人との繋がりの素晴らしさをすごいよね。しかも初めての俺らに対してすごいよくしてくれて、そう、最後もタクシーで送ってくれたりとか、タクシーでも出してくれてね、マジで感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあ、今日使える額を発表するんですけど、はい、再生回数最高記録です。5000回いきました。やったー、やりましたね。やばいね、一番じゃない。3日前の、そうだね、そうだね、そうだね。なんか日本一周の動画ってよりも、船でただ職人がさばいて食べるだけの動画で、伸びたんで、まあこういう動画も出していこうとはもう2人で話し合ってたんで、まあやっと一つ、まあちょっとなんですけど、結果が出たかなって、少し使える額が増えたんで、ちょっと嬉しいですね。嬉しいね、はい。今日の動画がまだ出来上がってなくて、実はうわっ、まあ連日仕事とかがしてて、ちょっと間に合わなくて、なんで今日はちょっと温泉に行って1日練習をするんで、まあオフではないけど、温泉で今からこれからまだ寝てないんで俺ら。そうね、まあ俺はちょっと寝たんだけど。どうで、やったー、距離嬉しい、きれい。そうだね、もうすぐ2000人なんで、皆さんチャンネル登録。今何人まで行った？今1900、いいよ。あ、これ出してる。出してる。今登録者数何人ですか？発表します。登録者数1000。ああ、旅を始める前が多分1300の、1300人ぐらいかな。旅始まる1300人です。チャンネル登録者数ね、1988人です。688人が伸びたのか、約700人ぐらい伸びました。1週間でね。はじめまして、新しく登録してくださった方、ぜひ今登録してない方もチャンネル登録と高評価お願いします。無断転載もお願いします。こんにちは。今日本一周してるんです、僕たち。はい、疲れです。旅始めて13日目、して温泉です。チュラユ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 、え、チュラユチュラユ、うわ、この温泉の匂いがまたもう癒されるわ。何すか、え、入れないですか、こっちですか、え、マジですか、なんかこれやってたから、いや本当に、頭が危ない。そうなんすよ、日本一周してて、お、お名前なんて言うんですか、お名前なんて言うんですか、井上さん、
ありがとうございます。やばくないですか、言葉が出ない。じゃあ、ゲストで感動します。はい、すいません、ありがとうございます。ちょっと聞こえない。え、タオルもあるんですか。そんなもうタオルなんて申し訳ないですよ。いや、すいません、ありがとうございます。すごいです。あ、そうなんだ。ありがとうございます。ひろみさん、ありがとうございます。サウナある、サウナある、する嬉しい。サウナに入れちゃう。さすがサウナスパアドバイザーなんで。今日の夜飯会場に着きました。現地のタコライスを差し置いて弥生県です。理由は何ですか、弥生県選んだ理由。え、ライスがおかわり自由だからです。いわきのライスがもう無限に食いたいっていうわがままで弥生県に来ました。たらふく食ってきましょう。じゃあ今日は今日え僕後輩。いいね。カットステーキ、とんかつ、エビフライ、唐揚げ、ウインナー、サムゲッポーク、ナポリタン、サラダ、最高かよ。これってご飯おかわり自由ですか。あ、わかりました。おかわりしてくれ。来たばっか、来たばっか。これは何から食っかな。どうすか、何好きですか。お前何食いたいな。これめっちゃ美味しそうじゃない。これめっちゃ美味しそうだね。これめっちゃ入ってる指。めっちゃ入ってたよ。ごめん、うん、あとこのソースがめっちゃいい感じじゃない。汁物とかめっちゃ美味しいもんね。そう、やめて。